帰りなさい。今夜は特別なサプライズが待っているよ。この道をたどって、目を閉じて。よし。ほら、目を開けて。ただー。驚いた？これは君のために作った特別な夕食だよ。よーし。どうぞ座って。今夜は、僕がシェフになったよ。そう、シェフだよ。君の好きな料理を作った。楽しんでほしいな。ちゃんと待ってってね。君が笑うと世界がもっと美しく見えるんだ。よーし、はい、これどう？このステーキ好きですか？一番好きな食べ物じゃないですか？じゃあ一緒に食べようか。よし。これは君のための特別な夜だ。何を話したい？まあ、それはもちろんだよ。僕は君と過ごす時間が大好きだよ。これからも絶対一緒にいたい。今日はどうだった？よく頑張りましたよね。よし。じゃあ、食べて食べて。だからここでゆっくりしよう。今夜は君のために特別なデザートを用意したんだ。たん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 。このデザートは君のお気に入りのフレーバーで作った。一緒に食べよう。君とこう知って過ごす時間はいつも特別だ。僕はいつも君を支えたい。君の幸せが僕の幸せだから。そりゃもちろんと思うけど。おいしい？よかった。今日の夜を忘れないでほしいな。僕たちの特別な思い出になるように。何言ってんの？いつも君のそばにいたいよ。これからも、ずっと。今夜は本当に素敵だった。君と一緒にいられて。幸せだよ。じゃあ次は、何をしようかな。一緒にお風呂入りましょうか。